スーツはカイラル物質を洗浄してここで管理される。オレンジは死体処理班、青は配達人、赤は医療スタッフ、そして黒は戦闘員用だ。サム、デッドマンだ。事前に調べたあんたのデータをもとに BB のチューニングはしておいた。だがあくまでも理論値だ。あとは実地で様子を見させてくれ。 BB の感度やお互いのつながりを調整しよう。はじめましてじゃないわね。配送に関するオペレーションとメカニック全般のことは私が担当している。ワークネームはママ。改めてよろしくね。それはストランドと呼ばれている。梱包用だけどそれだけじゃない。それはあなた自身の ID も兼ねているの。よく見て、より糸にはあなたの血が染み込ませてあるわ。はい、どうもニーナです。それではデスストランディング続きをやっていきましょう。まあ、いろいろね、装備の説明を見てましたが、色を変えたりとか。ああ、なるほど。サングラスしかないのかな？特に色変えなくてもいいか。まあ、特に変えず。BB は楽しそうでござる。あ、怪せんの？疲れたか。可愛らしいぞ。他は？他に何ができるんだ？テーブルを見る。あ、飲めるじゃん、モンスター。もう、もう一回飲んじゃおうかな。リアル。うんね。で、あと端末を起動する。その端末画面でブリッジーズが管理している様々なデータを閲覧することができる。君の権限の範囲内ではあるが、情報収集に役立ててくれ。まあ、特に今は何もないってことね。まあ、ここでいろいろ、なんていう、依頼を受けたりして、やっていくと。いや、本格始動ですね、これで。フィギュアを見る。そんなに盛り上がる部分ないな、今んとこ。あ、トイレに行ける。サム、私はハートマンだ。ビーチのことをはじめとしてデスストランディングについて研究を続けている。ドゥームスや機関車も研究の対象だ。君が排泄することによって体内のカイラル物質はある程度除去される。カイラル物質は人間のホルモン分泌や神経系に影響を与え、その結果カイラル汚染と呼ばれる症状を引き起こすことになる。恐怖症の原因にもなり、自殺衝動や破壊衝動にも及ぶ。君も知っているだろう、
我々ドゥームスもカイダル汚染の症例の一つなんだ。その研究のために君の排泄物を採取する。もちろん主な目的はカイダル物質の含有量チェックをはじめとした君の体調管理だ。なるほど。さて、まあ一通りやったんで行きましょうか。どうだ、手を貸してくれるか。カイダル物質を使ってる。身につけられるのはドゥームスだけだ。これで世界をつないでくれ。世界を再び一つにしてくれ。俺は運び屋だ。都市をつなげることに興味はない。結び目を作るのはあくまでもアメリを助けるついでだ。いいか、サム。アメリと第一次遠征隊は東から西へ北米大陸を横断し、孤立した都市に結び目を整備した。だがインフラが整っただけでカイラル通信はつながってない。今できるのは無線と有線による音声通話とわずかなデータ通信という程度だ。ローカルデータで保管しないとカイラルグラムは表示できない。君が見たアメリア・ブリッジズのメンバーは皆ローカルデータをもとに再計算したホログラムだ。君がすべき任務はそれぞれの結び目にそのキューピッドを接続しカイラル通信を起動させることだ。キューピッドを現地の端末に接続して初めて総合超大容量ゼロ時間通信が可能となる。都市や人の今がつながるだけじゃない、我々の過去までもがつながる。各地で断片化されたデータが一つに統合される。まるで恐竜の化石が復元されるようにな。これによって46億年にも及ぶ地球上の歴史も DS 以降に失われた人類の英知も復元されることになる。そしてそれこそがデス・ストランディング解明の鍵となるはずだ。通信がつながれば大容量データのカイラルグラムはもちろんカイラルプリンターも使えるようになる。将来的にはかなりのものが通信だけで送れるようになる。魂ある生物やオリジナルのもの、思い出の代物は送れないはずだ。そうだ、そのために君たちの存在が必要なんだ。つなぐ前もつないだ後も君たちのような配達人がな。休む暇はないか。だから手ぶらってわけにはいかない。詳しくは配送端末で伝える。上の階でチェックしてくれ。荷物はそこで渡す。よくもここまで使い込んだもんだ。廃棄しておくぞ。待て、そいつをよく調べてみてくれ。奴らが俺の血に反応した。一度だけじゃない。あんたの血に効果がある？そのためにたっぷり抜いてるだろ、俺の血を。分かった、よく調べてみよう。
よし、これでやっと本格的な配達かな。サム、ダイハードマンだ。当面の目的はカイラル通信をポートノットシティまでつなぐことだ。だが一度につなぐには距離が遠すぎる。まずはいくつかの中継点となる結び目をカイラル通信で一つずつつなげていく必要がある。最初の結び目はブリッジズの中継ステーションだ。早速依頼を確認してくれ。必要なものを配送しキューピッドを接続してくれ。よし、受けましょう。薬の運搬ですか。先日のセントラルノットシティ消滅の影響で配送が滞っている。君に依頼する荷物はオキシトシンを摂取するためのスマートドラッグだ。オキシトシンにはストレスを抑制する効果がある。愛情ホルモンとか幸福ホルモンとも呼ばれている。それを配送し中継ステーションにキューピッドを接続してくれ。了解。サム、依頼の概要のところに注意点を書いておいた。しっかり把握して配送を頼む。50%? あんまり壊しちゃダメなんだ。あんまり壊しちゃダメだぞと。受けましょう。とりあえず背中にしょっていけばいいんじゃないの。サム、ブリッジスからの支給品としてはしごとロープを用意した。どちらも急な斜面で役に立つが、はしごは川にかけて橋として使うこともできる。どの荷物をどうやって持つかここでよく考えてほしい。はしごをツールハンガーにかけて、こうスーツに固定して。そんなにいっぱいはしご持てんの。いや、ツールハンガー重すぎるな。全部物のちゅ。いつまで持っていけるんだね。はしご使い切りか。なるほど。 OK、 とりあえずやってみましょう。依頼が受注されました。 OK、では初の配達行ってみましょう。サム、装備の使い方はわかるか。おお。で、設置したりってことね。はいはい、大丈夫です。キャンセルはできないね、これ。もう分かったよ。あ、同じね。大丈夫大丈夫。で、まずは端末を開きます。目的地がここ。いつも直線距離でとりあえずやっておく。そんなに遠くないね。この間の焼却炉がそこでしょ。今度はこっちに行けばいいんだから、まあ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 、いけるでしょう。コンパスは？これコンパスじゃなかったっけ？ああ、見えてる。大丈夫、今度は道なりに行きまーす。
ましょう。行ってらっしゃい。行ってきまーす。サム、誰かが立てた看板が見えるか。君も立ててみるといい。後から来る配達人たちへの道しるべ、警告、励ましにもなるだろうな。看板。おお。まあ、ただそんなに。いる？いらないよね。じゃ看板の外せないのこれ。看板を編集するオプションじゃないのこれ。看板を編集するって。自分の看板。外せないのこれ。恥ずかしいんだけど、適当に置いちゃったよ。適当に置いちゃった。ちょっと、もういっか。サム、他の配達人が落とした荷物を見かけることはないか。一度落としたら回収するのも命がけだ。そう誰にでもできることじゃない。もし荷物が落ちていたら、可能な限り回収して送り届けてほしい。サム、私ママよ。配送中の荷物には全てブリッジズが管理する ID タグがついているの。あなたの肩のオドラデクは荷物センサーとしても使える。荷物の ID タグを感知するの。荷物を見つけるにはオドラデクを使うといいわ。荷物落ちてるね。川でしょこれ。まあまあ深いじゃん。頼むぞサム。どんな荷物であっても受け取り人はいるんだ。荷物が届くのを待っている。 OK。 ここまだ浅いよね。登る。なんかあるよ。あー、なんかそういうのもあるんだ。荷物が点々としてます。こんだけいっぱい荷物あるけどさ、大丈夫か、いけそうな。こんだけいっぱい荷物あるけども、全部拾っていけるのこれ。今は安定してるのか。あんまりヨロヨロと振られたりしないね。大丈夫か？結構点々とあるけど、川の深さは大したことはない。点々と荷物あるね。いや、面白くなってきたぞこれ。やばいね。楽しいね。